はい、こんにちは皆さん、スプレアートイレのべらちゃんです。このチャンネルへようこそ。で、今日の企画はねるねる日本のお菓子を初めて作りますっていう動画です。私これは何も知らなかったけど作ってみてって言われたの。これはさ、遠くから見るとピカチュウ。私ね、お菓子とか作ったことがない。で、私は漢字とか読めないけど、写真とかひらがなとか大丈夫。ひらがなとカタカナいっぱい書いてるね。え、これ何？スプーン。あー、これかわいい、これかわいい、見て見て見て。もっとコロ、まずこれ開けます。上まで水を測って入れよう。あれ、これコップ？何番書いてある？1番2番3番。多分さ、日本はね、誰も間違えられないようにものを作ってると思う。間違ってたらもうすいません、本当にすいません。まあ、1番入れて、どこに入れればいい？でかい場所で、そしたら水入れてって。あー、やばい。入れます。なんかわかんないけど甘そう。メキシコにはこんなこと、こんなお菓子が存在しないと思う。2番の粉を入れて色がわかるまでよく混ぜよう。これ本当にメキシコではね、みんな嬉しいと思う。よく混ぜて、緑になってる。あ、緑じゃないわ、青になってる。今なんかでかくなってきた。これ安全？ねるねるにつけて美味しく食べてね。終わった。オッケー、多分できました。食べます。美味しいけど甘すぎる、甘すぎる。私は甘いものを大好きです、大好き。だけどこれは甘すぎて、私これをハマったら絶対死ぬよ、絶対死ぬ。おいしい、おいしい、甘い。作るレベルがあれば、まあ、これ多分レベル1かもしれないけど、これもっと難しそうに見えるから、これはまた次の動画で作ってみます。まあ、みんな面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れなくお願いします。アディオスアミゴス。